難しい。もう一個。良いお年をって浮かんだ。ありがとう。え、なんかめっちゃプカプカ浮かぶじゃん、ここら辺。え、ソファーか。ソファーだ。年越しそばみんな食べるんですか？今日風めちゃくちゃ強く、あ、そうなんですか。もう家から出てないからわかんないです。あー、そばありがとう、いっぱい。メイクは決まってる、やった。はじめまして。これは定型文ですね。25時間18分で今年も終わりらしいですよ、皆さん。今年まだやってないことは大掃除。ね、2020年終わって2021年ですよ。令和3年ですか？あれ？令和3年だよね。やばーい。体調は問題ないですね。何にも大丈夫。そうですね、今日はラジオ配信じゃないです。2021年は何年だ？平成。2021年、平成、違う、平成何年になるか。21+12は平成33年？ん？ 21 たす。うん。平成2000、平成、平成2021年じゃなくて、平成だったら23年？ちゃちゃちゃ、33年。って言ったよね、私。言ったよね、言ってない。言ってないっけ。まあいいや。昭和で言うと、わかんない。あ、令和に30足せば平成になる。確かに。令和の年号に30足すと平均になるよ。うち間違いかな。あ、平成か。平成、平成、平成になるよ。書いてありますね。そう、私は2000年に生まれた時12年だったので、12たすなんちゃらみたいな感じで覚えてた。フォローしました。定型文。充電どれぐらい溜まったか。なんか充電ないから途中で切れちゃうかもしれない。あー、マイクになった？こんばんは。はじめまして。ゆちが生まれた時すでに15年行ってました。15年というと高校1年生？中学3年生？
やカラオケ配信明日か今日かどっちにしようと思って、明日の方が紅白っぽいかなって思ったけど、なんか本物の紅白やってるからなんかやめようって思って。あー聞こえるんかなこれ。紅白見ない、寝ようと思ってたんですが、いやいや、うん、おやすみいや本当に明日早かったら寝た方がいいよ。私の歌なんていつでも聴けるから大丈夫、いつでも聴ける。寝れないじゃん寝ていつでも聴ける、いつでも。今日大須で台湾カステラ買ってきました。いいですね、私台湾カステラ大好き。これさカラオケもう久しぶりすぎてどうやってやるのか忘れた。あ、金木犀、そう歌うってね私約束したよね。ちょ金木犀あるんかな。あ、え曲、あ、私歌わなさすぎて歌えるかわかんないんだけど、歌えない気してきた。大丈夫かな。覚えてない気、なんか寂しく覚えてないかも。金木犀香る頃、この道をそう歩くのが好きだ。どこからかふと風に吹かれ運ばれて季節に気づく。幸せな日々続くわけじゃない、ちょっとへこむ日だってやってくるよ。人は誰でもそんな強くない、たまに生きることさえ嫌になるんだ。自分失って背中丸めながら下を向いて、とぼとぼと歩いたら余計めっちゃやばい。みんな懐かしいですね。金木犀その花はどこに咲く、その木は見えないけど、この辺りほら甘い香りするだろう、ほっとするよね。あ、生きているその意味知りたかった。なんだっけ、それだけで誰かのためになる、命の花になりたい。そうだ、これ2番じゃないやつだ。めっちゃ思い出した。2番。
2020年ありがとう、ありがとう。いや久しぶりにカラオケ歌った。すごい、何歌う？これもね、歌ってって言われたやつがあるんだよ。ちょっと待ってね。私歌って、最近歌ってないからめちゃくちゃ歌う下手くそになっちゃった。まあいいか、イノセンス、え、イノセンスないの？待って待って待って。ないの？あったよね。ちょっと待って。あああああ、いと今、あ、え、う行になっちゃった。ちょっと待って、ないの？ え、なんとイノセンスないですね。イノセンスをね、歌ってほしいっていう。え、これがラスト配信ではないです。明日ですね。え、ないの？私前歌ってたよね。これ自分のカラオケで入ってたんかな。自分のカラオケで歌ってたっけ、覚えてない。ない。みんな、私どうやってイノセンス歌ってました？アカペラだったかな、違う気がする。音あった気がする。明日はね、何時からだろう。カラオケの機会で来てた。あ、なるほどね。よし、明日歌おう。明日は何時からだろう、全然決めてない。アルファベットで探してるなんだけど、ないんですよね。明日どうしよう。明日は早めかな、4時、5時。迷うな。明日、そう、配信時間めっちゃ迷うな。なんか、え、明日って SKE でなんかありますか？配信、DMM とか。ないんだね。何にもないのね。じゃあ年越し、え、何があるって SKEDMA 年越し映像があるのに。なるほどなるほど。ということはでもみんないるよね、絶対夜。迷う。ちょっと待って、めっちゃ迷う、めっちゃ迷うな。
でもこれのいけないとこっていうか、ショールームは12時ちょうどにプチって切れちゃうから年越しできないんだよね。だからインスタライブとかの方が年越しだったらいいのかなっては思うね。4時5時から1時間ぐらいかな。それで11時45分ぐらいからインスタライブ予定な。5時から12時はもうダメ、無理ですもうね、ダメ、眠くなっちゃう。なんか一瞬切れてた。夕方の5時ね、夕方の5時ですね。朝はきついですね。まあ、何分やるかはその時によって多分決めます。なんかいっぱい歌った気がする、今まで。歌ったことあるやつ歌おう。一番だけ一番だけしかわかんない本当に大変だこれ。これめっちゃ止まる、めっちゃ止まる。一番終了。意外にマンゴーも意外に歌ったことないんですよね、私。あの振りわかんないからやったことないんだよね。あれ、いや、やったことある。あ、うん、やったことない。あ、やったことないな。パンチライン、あれ、あ、これはこれも覚えたけど出れなかったやつだ。一回ね、なんですよ。違う、パンチラインやってないやってない、やってない。ちょっと待って待って待って、やってないよこれ。あー、これ覚えました。はい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 。これね、意外と難しかった。なんか簡単そうに、この振り難しかった。やりたかったな。
はこれ一回一回探しに行かなきゃいけない。あーもうなんか未練がいっぱいありますね。一回ラムネの飲み方もリスタートもやりたかった。これはめっちゃ覚えるのめっちゃ難しかった。めっちゃ楽しいけどめっちゃ難しかった。これ一番嬉しいニュースが飛び込む。誰もが待ちかねていた知らせさ。うちの高校の野球部が甲子園に初出場。はあんなに頑張っていた奴らがやっと手にした夢のチケットさ。僕らは誇りに思う。運気の中汗にまみれユニフォームを泥だらけにしてたよね。努力し続けたがむしゃらの勝利。めっちゃ難しかったこれなんかねラムネめっちゃ難しいのばっかだったんだよね。難しかったです。稲妻も踊ったことないよな私。エスケープ踊ったことあるけど歌詞わかんないや。あ、はい全部、あ惜しかったです。怖かった。怖かったニュースだった。なんだっけ。なんだっけ。あ、思い出した。オリジナルの歌。お下がりばかりでどうして同じレッスン。ただ泣く黙々と力を続けていつかはきっと。これはやったことある。レンガの喫茶店。学校だけじゃ足りない話。すぐ忘れた。あてるらなく。もっと違うもの。人として惹かれ合う何か。走り抜けてゆく風を感じる感じる。カナリア泣いてた。あの窓際の角の中。カナリア泣いてた。そうここでは。違う気がしてきた。怖くなったっけ。私絶対音程違う気がしてきたけどまあいいやしょうがない。兆しあったやった。これめちゃくちゃあれ
ラグーナで。流しとくんだった。多分やったやつをちょっと目つぶしに歌っていく。わかんない、わかんない、わかんない。これね、年末1年前かな。ふんふんだ。冷たくしても見つめる瞳に引き寄せられてく怪しい光は過去より熱を帯びている情熱さ。炎よ未来を照くれ、今この時の全てを後悔させるな、悲しませるな。片隅一匹の子犬が
つ。ねえ、なおさんが真ん中で椅子に座ってて可愛かったです。そういうことです。これめっちゃ息くるのがすごく。ジュゲレジュゲのなんとなくあなたのこと考えてしまう。落書きするようにバンバンは言わない。僕のクラスの男子なのに。あ、じゃあもう一回やろう。なんでバンバン必要、バンバン必要ですか。そっか、バンバン必要なんか。キキクチコ、ワンワン進むなのね、オッケー。じゃあワンワンやって次、もう次の曲からね。表の片隅、一匹の子犬が教室を見上げて誰かを探して。ツン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 、ワンワン。泣きそう、泣きそう。無理、待って、泣いちゃう、恥ずかしすぎて。授業中、うん、間違えた。なんとなくからね、歌うことがねできないんですね。だからね、充電しとくべきでした。明日はしときます。あ、さっきこれ歌ってほしいって言ったの、これも踊ったの何ヶ月前だろう。新しい服に合ってるね。
だっけお弁当、これだよね、ホワイトデーじゃなくて、あーな、なんだね、あ、なんだっけあの歌、お弁当の歌なんだっけ、お弁当の振りが出てくるやつなんだっけあ、それだこれ果てしなく長いですね、全部歌を歌うといっぱいあるね、歌ったことないやつ、多分ね、あとちょっとで充電が切れる気がするので、まあラムネの飲み方は明日歌うとして今日はちょっとこの辺にしとこうかな、充電がね切れちゃう、弁当ですね、私ショールームで一回弁当作りましたね、はあ久しぶりに歌った、奇跡は間に合わない、私ねやったことなくてわかんないんですよね、そうですね、ラムネの歌全部あったから、今見たらラムネ全部歌うかな、リセットもやりたいですね明日、てな感じで明日はフル充電してきます、皆さんありがとうございました、誕生発表したいと思います、せーの、パパ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 レッツゴー男女、パパ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 レッツゴーダナナ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 ナ男女、13位には頭が MIJ さん、ありがとう、12位トミーアドラミユッチーズさん、ありがとう、11位シュウさん、ありがとう、10位 TKO さん、ありがとう、9位ヒヨヨヒヨタヨンさん、アットマーク、星じゃないそれさん、ありがとう、8位コンホンアドラミユッチーズさん、ありがとう、7位ガミンさん、ありがとう、6位ユリヒさん、ユリヒくん、ありがとう、5位ハシフンフンとさん、ありがとう、4位イケハナちゃん、ありがとう、3位ケンちゃんさん、ありがとう、2位チュウくんさん、ありがとう、1位ヒンさん、アノワグなんだなんだ片付け終わらないさん、ありがとう、そういう絶妙なぼかし方で出るので、では皆さんまた明日、バイバイ。